領収書だとまあ手書きになりますよね。でレシートだと印字されてますよね。領収書レシート、まあ、どっちでもいいですよみたいなね、そんな風なことが言われています。はい、皆さんどうもこんにちは。公認会社 YouTuber の白井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで今回のテーマなんですけれども、領収書とレシートの違いについてお話をいたします。さあこう聞いてですね、皆さんね、何が違うんだろうってね、そんなことね思ってらっしゃる方いらっしゃるというふうに思いますけど、ちょっとね今日これをまあ分かりやすくね簡単に説明しようかなというふうに思います。社会的なね常識として、あるいはねまあ雑学として、で あとはね経理マンの方はねもう超基本的な知識としてこれね知っておいていた方がいいかなというふうに思いますね。特にですね、経理マンの方はですね、営業担当者からねよく聞かれるんですよ。これね、領収書とレシートどっちもらえばいいんですかみたいな、そんなふうなことをね聞かれるわけですよ。皆さんこれね見てるね経理マンの方どういうふうに答えますかね。適当に答えるとこれね後々ね問題になりますからね。だからちゃんとここで知っておきましょうってね、そんなお話をいたします。はい、というわけでね、まあ、皆さん領収書とレシートはね見たことあるかなというふうに思いますね。まあ、領収書ってね、まあ、こっち側のね、まあ、手書きで書いて いるようなものですね。はい、でレシートはね皆さんコンビニとかでねもらうというふうに思いますけども、まあ印字されてるようなねこういう縦長のね紙が出てくるといったような形ですね。さあ皆さんねこれどう違うんですかっていうね、そんなことをねちょっとね考えていていただきたいなというふうに思うわけですよ。でまあ領収書じゃないとなんかね、ダメなんじゃないのみたいな、領収書が正式なもんですみたいな、そんなふうに、思ってる方もねいらっしゃるかなというふうに思いますね。はい、じゃあね何が違うんだろうって話ですね。でまあいろいろこう違うんですけどね、一番重要な違いってどこですかっていうのをねちょっとね皆さんね考えてほしいです。はい、でまあ違いはいろいろありますよね。例えばね、まあ、品目の詳細さなんかね違いますね。レシートの方がねいっぱいねこうビール何杯みたいなね書いてますね。だから品目の詳細さが違うんじゃないのっていうね、そんな方もいらっしゃる。これもね正解ですよ。であとね押印の有無の違いなんてね、そんなものありますね。領収書とかだと、まあ、店のねこうハンコで押してもらうみたいな、そんなことありますから、だからね、まあ、正式っぽいですねそっちの方が、だからそれの有無じゃないのみたいな、そんな話もあります。これも正解ですよ。であとね手書きですね。領収書だともう手書きになりますね。でレシートだと印字されてますよね。だから、まあ、そういったところは違うんじゃないのと、レシートだとそれね信憑性が高いんじゃないのみたいな、そんな風な話がありますね。はい、これも正解ですという話ですけど、まあ、これ別に、ね、まあどうでもいいわけですね。はい、品目の詳細さぐらいですかね。まあ、それぐらいはちょっとね重要かなというふうに思いますけど、これ以上にもっと重要なことがあります。それは何かというとですね、宛名の有無ですね。これが一番重要な違いになってまいります。はい、なんでこれね重要な違いになるのっていうね、そんな話をちょっとねしていこうかなというふうに思いますけども、さっきのね話で言うとですね、まあ、領収書とレシートってねこういうふうになってますよと。で宛名の有無が重要な違いですね。だからですね、領収書のこちらですね、これの有無ですね。今ね領収書だとね CPA 会計学院様っていうね、そんなふうなね宛名が書いておりますけどね、レシートになるとですねそんなことね書く場所ないわけですよ。でレシートって、まあ、コンビニとかね、まあ、不特定多数の人を相手にするからですね、なかなかねこのね宛名とかね、書かないわけですね。だから誰でもねこう発行できるといったようなことがあります。はい、で、これねなんでこれ宛名の有無がですねこう重要な違いになるのかというとですね、これ理由があってですね、消費税法上ですね3万円以上のものは宛名をつけなさいっていうね、そういうふうにもう決められているわけですよ。でなんでこれね宛名が必要になるのかというとですね、これ消費税法上ですね3万円以上の、ね、こう商標をした場合はですね、宛名が書いてある領収書を、まあ、商標としなさいと、じゃないとそれね消費税法上の経費として認められませんよみたいな、そんなふうなことが言われているわけでございますよ。まあ、だからですね、もしね3万円以上の何かこう買いましたと、でそれねもしねレシートをもらっていたとしたら、でレシートって宛名がないでしょ、そうすると消費税法上それ経費として認められませんみたいな、そういうふうなことになっちゃうわけですよ。だからねこれはもう重要な違いでございます。絶対にこれね守ってほしいなというふうに思いますね。で、もうちょっと詳しい人がいたらね、これどういうことかというと、まあ、消費税法上の経費っていうふうに申し上げましたけど、これ仕入れ税額控除の要件を満たさないってね、ちょっとね難しい言葉ですけどね、そんなふうなことがありますという話ですんで、だからですね、もしですね経理マンの方がですね、営業マンの方に領収書とレシートってどっちもらってくればいいんですかみたいなことを聞かれてですね、もうどっちでもいいよなんてね適当なことを言うと、後々ね消費税法上でね経費として弾かれるみたいなことがありますんで、これは注意しましょうと。だからどういうふうに回答するかというとですね、3万円未満だったらもうレシートでいいですよと、で3万円以上だったら宛名つけて領収書をもらってくださいみたいな、そんなふうな言い方をねすればいいかなというふうに思いますね。これね絶対に守ってほしいなというふうに思いますね。今日これがね一番言いたかったことなんですね。はい、でもうちょっと
言うとですね、めちゃくちゃね、ちょっと細かい話なんでね、この辺はもうどうでもいいんですよね。で、実はですね、消費税法上ですね、これらの業種に関しては別に宛名とかね、いらないよっていうふうに言われておりますと。小売業ですか、旅客運送業、旅行業、駐車場業、飲食業、これらの取引先がもらったですね、領収書に関しては別に宛名は不要ですよ。だから、レシートで OK ですよってね、そんな話ですね。3万円以上だったとしても、これは別にレシートで OK ですよってね、そんな話なんです。例えばですね、まあ、新幹線とかね、まあ、結構3万円超えたりもしますけども、そんな時は別にね、これ、まあ、レシートぐらいでいいですよと。で、あとね、まあ、あんまりないかもしれないですけどね、3万円以上タクシーで移動したとかね、で、もっとないけど、3万円以上でね、コンビニで買い物したとか、そんなことあればですね、別にね、領収書じゃなくて、レシートで OK ですよってね、そんな話になりますね。ただですね、宛名がないね、高額なレシートがたくさんあると、なんか不審なね、コンビニで10万円買いましたとかね、20万買いましたとかね、そんな風なね、レシートがね、大量にあるとですね、税務調査で、ちょっと不審がられるよってね、信憑性がね、ちょっと薄まるよみたいな、こいつなんかレシートを誰かからただ単にもらってきただけじゃないかみたいな、そんな風なことを疑われるかもしれませんので、だからむやみやたりにですね、高額なものに関してはレシートをもらうってね、そんなに良くないのかなということもありますね。はい、だから気にせずにですね、もう3万円以上の高額なものに関しては領収書もらおうとか、その風な決めでいいかなというふうに思います。だからあんまり気にしなくていいかなというふうに思いますね。はい、ただこんなこともあるよと。で、あとですね、3万円未満の場合はもう領収書、レシート、これ実は不要なわけですね。別にいりませんよなんてね、そんな風に言われています。出勤伝票とかね、なんかね、メモしておけばね、ちゃんとね、帳簿につけておけばですね、これ OK ですよってね、そんな風に消費税法上言われております。って言われておりますけど、会社としてはこれね、絶対 NG だというふうに思いますんで、これもですね、気にせずにですね、ちゃんと領収書、レシートは絶対もらいましょうよと。だってね、もし経費精算とかね、領収書ありませんとか言ったらね、本当にお前これ会社のために使ったんかってね、私物じゃないのかってね、そんな風に疑われますからね。だからそういうことはね、あんまり気にしなくていいかなというふうに思いますね。だからこれもね、全然こう気にせずにですね、3万円以上だったらね、領収書をもらってくださいとか、3万円未満だったらまあレシートでいいですよみたいな、そういう会社のルールを作ることがまあ必要なのかなというふうに思いますね。で、これもね、打足ですけどね、この直書きですけどね、令和5年2023年ですね、の10月1日以降ですね、消費税法が変わってですね、インボイス制度って聞いたことありますよね。こんな制度がね、始まるわけですよね。めんどくさいんですけどね。で、これ何を言ってるかというとですね、さっきね、旅客業とかね、まあ、小売業は別にね、レシートとかの領収書いりませんよみたいな話をしましたけど、これもうそんなこと関係なくなってですね、業種に限らずですね、これ原則はですね、領収書かまたはこのね、レシート、これが絶対に必要になりますよっていうね、ことになります。はい、一部のね、業種に関してはね、いるんですけどね、3万円未満の鉄道運賃なんかに関しては、まあ、不要ですよ、みたいな。ちょっとね、この、こと細かにね、書いてあるんですけど、ちょっと一部例外はあるんですね。でも原則はですね、領収書か、レシートは絶対にいりますよってね、そんな話になりますね。で、領収書、レシート、まあ、どっちでもいいですよ、みたいなね、そんな風なことが言われております。で、まあ、言われておりますけどね、まあ、さっきの話もありますけど、3万円を超えるような高額だったらですね、まあ、領収書、それ以外はレシートで OK みたいな。そんな社内ルールを作っておくっていうね、ことが必要なんじゃないかなと私は思いますよね。だからまあ気にせずですね、まあ高額のものだったらまあ領収書もらうみたいな、そんなことでいいかなというふうに思いますね。はい、こんな感じですね。まあ経理ってね、まあいろいろこう考えることがあってですね、まあいろいろ奥が深いわけですよ。はい、というわけで皆さんどうですか、経理の実務にね、興味が湧いてきましたか。もっと知りたいってね、そんな方はですね、こちら、はい、宣伝でございます。はい、CPA ラーニングをね、皆さんね、こう受講していただきたいなというふうに思うわけですよ。これ何かというとですね、CPA 会計学院がね、提供するですね、動画サービスでございますね。これですね、私もこれやってます。で、簿記3級と2級がですね、なんとですね、これ無料で受けることができます。ね、会員登録がね、必要になりますけどね、まあ、1分未満ね、これ、回答できるようなものですんで、ぜひね、これ登録してくださいと。で、私、これ、簿記3級、2級はね、これやってはないんですけどね、会計実務みたいな、まあ、今日みたいな話とかね、結構やってます。会計実務は BSPL とかね、決算書の読み方どうすんのとか、あとね、最近はね、経理実務の基礎編なんかもね、やっておりますんで、ぜひね、ちょっとね、見てほしいなというふうに思います。で、今日の話はですね、会計実務、経理実務編のですね、第3回目でお話ししてまいります。はい。で、なので、ちょっとね、見てほしいなというふうに思いますね。で、全体的にどういうことを喋るかというとですね、中小企業のね、この経理の全体像、仕事の全体像ですね、まあ、大きく分けると4つあってですね、日次業務と月次業務と年次業務と都度業務みたいなね、こういう4つの業務に分かれるわけですよ。まあ、毎日やる業務とかね、そん
んな風に分かれるわけですよ。で、今日言った話はですね、こちらですね、日次業務のですね、まあ、経費精算とかね、まあ、領収書等の管理をどうするかっていうところをね、お話してますんで。で、まあ、これでね、まあ、中小企業の経理の方がですね、まあ、基礎的な知識をここでね、学習していってほしいなという風なね、ことがありますんで。で、これ全19回あってですね、まあ、1回30分程度でね、まあ、サクッと見れますんで、私これでね、バーっとこう喋っておりますんで、もしね、興味があるって方はですね、ちょっとね、これね、登録してみてほしいなというふうに思いますね。特にね、給与計算とかもありますからね、もう社会保険料とかね、知らない方結構ね、いらっしゃるというふうに思いますんで、まあ、基礎的な知識ってね、本当にこれ、社会常識的な話もしてますんで、だからね、ちょっとね、聞いてほしいなというふうに思いますね。といったわけですね、まあ、CPA ラーニングのね、宣伝で終了しましたけど、領収書とレシートの違いってね、結構重要な違いになってまいりますんで、で、これね、もしよかったらね、皆さん明日からね、ちょっと雑学としてですね、誰かにこうね、自慢してほしいなというふうに思います。はい。というわけで、今日の授業は以上にしたいというふうに思います。また次回の授業でお会いしましょう。またね。